高血脂一族とは、時を遡ること165年前剣豪としてその名を江戸の世に轟かせている一人の武士がお願いだから3行くらいにまとめて。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、レトロゲームゆっくり実況。始まるよ。本日はアトラスが生み出したバカゲー格闘、豪傑寺一族をプレイしていきます。もうババアが飛び交ってダメージが大変なんですが。江戸時代にいた剣豪、野獣十兵衛を祖とする豪傑寺一族。現代では世界三大財閥に数えられるほど名家になりましたが、その家訓は力と血筋を至上とするもの。次の当主の座をかけて、世界中に散らばった親戚が戦い合う。それが豪傑寺一族よ。ババアが気になってストーリーが入ってこない。豪傑寺一族はゲームよりもレッツゴー陰陽師が有名だよな。ドーマンセイマン、ドーマンセイマン。ちなみに主人公はキャリア78年を誇るベテランのお種さん。いれば音バスガン祭司に威嚇ガンで対空を制し、さらには相手の正気を吸って若返るというモンスターおばあちゃん。これを主人公に持ってくるのぶっ飛んでんだろアトラス。豪傑寺一族はキャラ設定こそネタが強めですが、スーファミの格闘ゲームとしてはかなり出来がいい作品になっているわ。ほうほう。94年はスーパーファミコンも中期で、様々な格闘ゲームがリリースされていた時期ね。94年というと画廊伝説スペシャルや、サムライスピリッツも発売されているな。このゲームは他のゲームに比べて、二段ジャンプと横スクロールによる空間の広さと、一気に間合いを詰められる爽快な横移動が特色ね。確かに他のゲームに比べると戦闘の展開が早そうだな。さらに威力が高めの攻撃が多いので、1ラウンドがサクサク進むのはいいところね。さあそれでは各キャラの紹介に行ってみようか。まずは主人公お種さん。幼少の頃双子の姉に箱詰めにされて追放され、70年越しに復讐の機会を狙う不屈のおばば。壮絶すぎんだろ主人公の背景。おばあちゃんになるまでに磨き上げた格闘術とキャリアは、彼女をとんでもないモンスターに成長させたわ。おばあちゃんと忍者の戦い、なんてシュールな。しかしこれはあくまで格ゲー。なんかすごい顔で攻撃自然ですけど、これはネタゲーかよ。お種さんが持つ圧倒的対空技、木で自らの顔を巨大化して迎え撃つ。その名も威嚇眼ね。さらに気弾を連打する精流乱舞弾。すべてに当たり判定があるのか。そしてそしてお種さんの奥義。お種さんは相手の正気を吸うと若返るのよ。これ格ゲーだよねお種さん。若返って気が充実したお種さんは、ハートを投げつけて相手を燃やし尽くすわ。どうしてこのぶっ飛んだキャラを主人公に持ってきたのか。さあ出るかしら、お種さんの決めポーズ。桃引きパツン。煽り性能高すぎる。お次はアニーハミルトンね。あれ、海外からの参戦か。これは豪傑寺の当主を決める戦いじゃないのか。江戸時代の剣豪、野獣十兵衛を祖とする豪傑寺の血筋は、日本だけでなく世界各地に散らばっているわ。なんてグローバルな家系。イギリスのロンドンに住むお嬢様アニーハミルトン。今作唯一の正統派ヒロインか。主人公のお種さんはとんでもキャラでしたが、アニーは格ゲーとしては真っ当な性能ね。遠距離技にダウンを取れる技か。シンプルだが使いやすそうだな。全員がいれば飛ばしたり顔でかくなるキャラじゃなくてよかった。アニーの長所にコマンドの出しやすさもあるわ。ほうほう。このゲームはスーファミということもあり、コマンド受付が若干シビアな技も多いの。処理落ちも多くてフレームが安定しないしな。まさかさまその入力で苦戦するなんて。さっきからその顔面の対空強すぎんだろ。 CPU はタメ無視で技を発動できるので、お種さんの前で飛んだら最後、とんでも範囲の威嚇眼で叩き落とされるわ。やはりどのゲームも対空技があると強いな。しかしアニーも負けていないわ。聞くため話で発動するアニーダイナミックは、コンボフィニッシュに使える上に、無敵判定もある優秀な技。この技と遠距離のスワニークラッシュだけでも、かなり優秀なキャラね。ただ試合中キックボタンを失敗になるんだけどね。指がつりそうだな。このゲームでは各キャラに固有のエンディングがあります。チビキャラかわいいな。参加者すべてを倒し、投資となったアニーハミルトン。アニー様、豪傑寺家の財産を何に使われるのですか？そうね、まずは賢人トンたちにご馳走してあげましょう。それから賢人トンたちにアクセサリーを買ってあげて、それからそれから、賢人トンってどなたですか？賢人トンは肩に乗っている亀ね。あ、アニー様、せっかくですから、応援してくれた人たちにも何かしてあげてください。
じゃあ私から、これからは投手のザキープの記録を塗り替えていくから、もっと応援お願いね。ちなみに今の記録はお梅さんの60年だぞ。その頃にはお兄ちゃんもあのおばばたちみたいに。さてお次は日本の横浜から大山礼二ね。破天荒なキャラが多い豪傑寺一族の中で、珍しく真っ当な武道家の礼二。ストリートファイターなら主人公キャラだな。性能としても波動と昇竜が使える、まさに格ゲー正統派キャラ。だけどこれは豪傑寺一族。真っ当なだけでは主人公晴れないバカゲーです。まあ一応お種さんにも波動と昇竜があるからな。入れ歯と顔面だけどね。しかしレイジも波動昇竜しか能がないわけではないわ。みなさい、この百裂ごほごほ来光客を。それはチュンリーがやってこそ価値があるわぞ。ほんと出演するゲームを間違えたんじゃないかレイジ。技はどこかで見たことあるやつばかりですが、遠距離技の激昇波動派と対空の遊園昇は使い勝手が良く、安定した立ち回りができるキャラね。実質俺よりも強い奴に会いに行くキャラだからな。さあレイジのエンディングを見てみましょう。俺の喧嘩道、ついに貫くことができたぞ。親父よ、見届けてくれたか。セリフから醸し出される脳筋キャラ。それよりも親父が幽霊なんですけど。よくやったなレイジ。しかし、いついかなる時も、己の歩むべき道を忘れるでないぞ。当然だ、豪傑寺投手となったからには、大山流喧嘩道を世界に広め、さらなる鍛錬に励むつもりだからな。よろしい、お前はすでに狙われる側になったのだ。まだ見ぬ敵に備えておかねばならぬ。気合を入れろ、ちょ。横の黒子にもセリフあげて、豪傑寺家に仕え、投手に従う黒子たち。ゲーム中では審判もやっているな。彼らも一応豪傑寺の血筋のもので、続編ではプレイアブルキャラになっているそうよ。さて4人目はキースウェインね。アメリカで暮らすキースウェイン。不良になってちょっと追い倒した時期もあったようだな。そんなことよりこいつはアミーちゃんの恋人らしい。豪傑寺は豪傑寺に惹かれるのか。キースウェインもまた対空を備えた優秀なキャラ。それキャリーのキャノンなんとかじゃありませんか。いえいえ、キースのオリジナル技のローリングキャノンよ。さらに前を一気に詰め、連続攻撃をするナックルボマー。このゲームの移動技はとにかく速いから使っていて楽しいよな。そして最大6連撃まで可能なとんでも技、飛炎をほぼほスパイラルキックね。キースは技入力するだけで、コンボ攻撃することができるので、初見でも使っていて楽しそうだな。いえいえ、結構楽勝だったな。まあトレーニングにはちょうどいい程度だったかな。こんな軽いキャラだったのこいつ。キース様、油断なりませぬぞ。お梅様のように投手の座を守り続けるのは、並大抵の努力ではなせません。そう、双子の妹を箱詰めして追放くらいしないと。お梅さん徹底してたな。ふ、そう思って早速、キーストレーニングジムを建設中だぜ。これからお前らも鍛えてやるからな。はぁ、ひょっとしてこいつはレイジと同じくらい脳筋なのでは。よし、トレーニングジムができるまでは、俺が直に特訓してやる。行くぞ。真っ当に見えてもやはり力を至上とする豪傑寺の血筋ね。黒子、災難だったな。お次のキャラもまたアメリカから参戦。その名もホワイトバッファロー。そういえばご先祖様の平和やずんでしたね。ホワイトバッファローは何を隠そうネイティブアメリカンね。見た目がすでにサンダーホークに似ているからな。ホワイトバッファロー、その対空性能は鬼すぎだろ。5本、ホワイトバッファローの特徴はなんといっても攻撃力ね。中でもヤグーのパワーを乗せて繰り出す遠距離技、バッファローストームは、ゲーム中屈指のぶっ壊れ性能だわ。一発で HP の3分の1持っていくのか、その威力はもはや超飛だな。だけどコマンドのサマソが安定しない。さっきからぴょんぴょん飛んでるなと思ったらコマンドミスってたんだな。バッファローストーム以外にも、飛び込んで小艇を繰り出すタックルブローはかっこいいね。ダウン攻撃なので次に繋げづらいが、相手の移動をついての飛び込み技は厄介だよな。遠距離技のアローショットで牽制して、タイミングを変えてのタックルブローは有効そうだよね。最後は空中で一回転入力のフライングエルボーね。あの派手さでただのフライングエルボーなの。全身が燃えててわかりにくいですが、静止で見るとちゃんとエルボーしているね。ホワイトよ、よくぞ勝ち抜いた。我らがマスターも自然の神々も、みんな、お前を祝福しておるぞ。はい、宗教、宿命のライバルは見つかりませんでしたが、皆の祝福を受けただけで私は満足です。ホワイトは競い合う相手を探しているのかしら。うむ、だがいつあの双子より恐ろしい、豪傑寺が現れるやもしれぬ。心しておくがよい。ネイティブアメリカンにも恐れられる78歳のおばばたち。
はい、しかし私には守ってくれるものがあります。怖いものはありません。さっきから会話に入れない黒子が寂しそう。後ろにポツンといるな。我らがマスターよ、自然の神々よ、私はあなた方に感謝の踊りを捧げよう。よし、それでは誇り高き、アミアイ族タタンカの歌を。なんとタタンカの歌はカラオケモードに収録されているわ。か、カラオケモード、そんなモードまであるのか。三重県出身の忍者、服部才三ね。服部ではないのか。三重県ということはおそらく伊賀者かな。忍術、対人恐怖症と大丈夫なのこの忍者。ある意味忍者という仕事が合っているのかもね。忍者ハットリくんの戦闘を見ていきましょう。忍びのものなので手裏剣を使うと思いきや、カトンを飛ばす流炎派。技のでも早そうだし、遠距離技があると立ち回りが安定するよな。さらに足元に爆薬を投げつける極炎昇竜弾。当たり判定が残るのか。爆発はかなりの高さまでヒット判定があるので、相手に使われるとほんと手間な技ね。そしてこちらの忍者らしい体術、高速移動による突進から、肘鉄で攻撃するその名も、残影ケボホボホ声援熱唱弾よ。ここまで来たらもう残影剣でよくないですか。忍者だけあって才三のスピードは作中でもトップクラス。紹介でも素早さは一番と書いてあったな。遠くの間合いから一気に距離を詰める声援熱唱弾に、空中からの奇襲をかける真空旋風弾。相手を翻弄する立ち回りができるのか。ここに遠距離の波動や爆薬が加わるとなると、かなり面白そうなキャラだな。対戦相手に使ってほしくないキャラね。さて才三のエンディングです。祇園精舎の鐘の声、所要無常の響きあり、溺れる者は久しからず、力あるものいつかは朽ちる。難しいですね。ふむ、たとえ拙者とはいえ、やっと手に入れたこの当主の座を守り続けるのは、至難の業ということだ。そこで、だ、このまま当主の座を守り続けるためにも、忍術の修行に励むとしよう。ちょっ才三さん、生きていること普通なのでコメントしづらいわ。だが対人恐怖症の才三さん、黒子相手にも面と向かって話せないのかな。さあ残すところあと2キャラ。今度はイタリア出身のアンジェラベルテだな。情熱の国イタリアで育っただけあり、感情に素直なタイプのようね。しかしその体格はあのホワイトバッファローにも、負けじと劣らぬフィジカルモンスター。才三とは対極のパワーキャラのようだな。まずはアンジェラの遠距離技、ラブミーウィップね。長射程の無知攻撃か。さすがに画面端までは届かないが、かなりの射程だな。さらにおなじみの突進技、その名もアンジェラボディアタック。その凄まじいフィジカルも相まって迫力がやばいな。近距離まで近づいたら、対空にも使えるサンダーウォールが有効ね。なんたってコマンドが簡単。おたねさーん。とんでもない威力だなサンダーウォール。発動に若干間があるから、ちょっとリスクはありそうね。モーションを知っている相手だと出だしで潰されてしまいそうか。イタリアの乙女、アンジェラベルテの性能はまだまだこんなもんじゃないわ。圧倒的な使いやすさのスマッシュキック。これはもう当てたもん勝ちよ。地上からはアンジェラボディアタックで距離を詰めて、空中からはスマッシュキックか。さすがはパワーキャラ、どの技も高ダメージを狙えるぞ。他のキャラに比べて若干スピードが遅いけど、移動技を使って近づけばそれほど不利を感じないわ。当たれば大ダメージだからな。相手にとっては脅威だろうな。さあアンジェラのエンディング。ふふふ、とうとう豪傑寺のすべてを私のものにしたわ。セクシー。アンジェラ様、豪傑寺一族に伝わるこの宝の王冠をいかがしましょう。その王冠、今の私には少し似合わないみたいなのよ。この王冠は当主の証みたいなものかな。似合わないのではなく、サイズが合わないような気がするのですが。なんですって、細かいこと言うんじゃないわ。ああ、今のは冗談です。こうなったらお金の限り、ダイエットに挑戦してみようじゃないの。きっとスマートになってみせるから期待していてよ。さてプレイキャラのラストは、中国拳法の使い手陳年。大陸からは僧侶剣士の参戦か。僧侶風の格好から、無欲無視な性格かと思いきや、実際は逆に煩悩にまみれた破壊僧のようね。陳年の主力武器は烈光剣。前面に拳の弾幕を作り、侵入した者を連打で叩きのめすは、相手を拘束できる攻撃だが、外すと隙もでかそうだな。せめてあと一回りリーチが長ければ、陳年は遠距離技も2種類持っています。
ダメージを与える煉獄霊波と、相手を拘束する呪縛符だな。発動が遅すぎる。遠距離の打ち合いでは分が悪そうか。相手との距離を潰す、突進技もなさそうなので、接近するまでが苦労しそうね。最後は対空の連撃、先行列脚か。微妙に出しづらいこの技、どうして最後に斜め上入力をつけたのか。ガローな伝説の影響かもな。ご飯食べすぎな陳年のエンディング。陳年様、優勝おめでとうございます。戦いとは虚しいものだ。人の心を荒んだものにしてしまう。何かこう、満たされぬものを感じるのだ。陳年様、たった今豪傑寺ブランドのお米が大量に届きました。お米まで作っているのね、豪傑寺グループ。豪傑寺の強さの秘訣とキャッチフレーズにしたら売れそうだな。おう、やっと届いたか。どうやら満たされぬものは腹だったようだ。これでこそ優勝した甲斐があるというもの。そうですね。5年間は食い放題だ。待てよ、ずっと勝ち続ければ、死ぬまで食い物に不自由せずに済むな。さあそれではラスボス戦ね。ラスボスは当然、豪傑寺伝統主の青梅さん。この人ほどこの大会に、これお種さんの 2P カラーですよね。いやいやそんなことはないわ。ちゃんとお種さんと双子という設定があり、その背景があるから、姿や技が売り二つなのよ。青梅さん、むっちゃ怖いわ。伝統批判派ねー。青梅さんは60年にわたり、豪傑寺の当主の座に君臨してきたもさ。その威圧感はもはや妖怪クラスね。ここまで数々の猛者たちを紹介しましたが、これが豪傑寺の頂点を決める戦い。やっぱりおばばたちが主役なんですね、このゲーム。飛び交ういれば、せめぎ合う顔面。私はここまで凄惨なバトルを見たことがありません。おばばの正気でも若返れるんですね。このネタでちゃんと格闘ゲームが成立しているのはすごいな。お種さんと青梅さんは同性能ですが、相手はさすがの CPU、ダメなしで発動できる顔面対空が厄介ね。そうか、青梅さんも相手の力を吸って若返るのか。変身状態の相手に接近されたらまずいわ。ここは青龍乱舞団の弾幕で牽制しましょう。ベジータがよく使う戦法ですね。青龍乱舞団は個別に当たり判定を持つ破格な技、遠距離の打ち合いでは負けないわ。コマンドも連打だけで楽だしな。さあ追い詰めたわよ梅さん。今こそ70年越しの復讐を遂げるとき、最後まで立ちはだかるのその顔面。あの対空顔面は、もう空中ほとんどが射程内じゃないか。最後は青梅さんから正気を吸い出して決着ね。青梅さん撃破。これで私が最強のおばばよ。これが70年かけた執念か。最後はお種さんのエンディングで締めだな。やはりわしを倒せるのは、お前だけじゃったか。わしゃ、嬉しいぞ。やったぞ、とうとう姉さんを倒したわい。苦節数十年、この日を夢見て生きてきたのじゃ。思えば幼い頃、青梅姉さんに箱詰めにされて捨てられた時から、わしの復讐劇が始まったのじゃ。苦労なされたんですね。おうそうじゃ、黒子たちよ。わしが苦労した分お主たちには存分に働いてもらうぞえ。はい、なんなりとお申し付けください。さて豪傑寺一族をプレイしたがどうだった？愛すべきバカゲー格闘でした。システム的にも面白い部分はたくさんありましたが、二段ジャンプによる横スクロールで、バトルステージはかなり広く感じたな。各キャラにダッシュがあるので、スピード感もあったよね。だけどそんなことよりおばばのインパクトが強すぎでした。おう、豪傑寺一族は続編も多く、登場キャラも増えて、家系図が大変なことになっているな。順番にプレイしていきたいんだけど、新豪傑寺一族煩悩解放の値段がえらいことになってる。PS2 のソフトで4万を超えているのか。みんなどれだけ烈王陰陽師が好きなの。さて、皆様ご視聴ありがとうございます。本日はこのあたりで、またレトロゲームでお会いしましょう。またなぁ。チャンネル登録、評価、コメントをいただけると嬉しいです。よろしくな。